米女子ゴルフツアーポートランドクラシック第2日16日日本時間17日米オレゴン州ポートランドコロンビアエッジウォーター CC6467 ヤードバー72賞金総額150万ドル約2億1000万円優勝22万5000ドル約3150万円有観客開催首と2打差の3位から出た渋野日向子 23イコールサントリーは、1イーグル、3バーディー、4ボギーの71と一つ伸ばして回り、通算6アンダー、138でホールアウトした、ホールアウト両時点で首位と4打差の13位、現地時間午後スタートで、ほとんどの選手が第2ラウンドの競技を終えているため、 三戦ぶりの予選通過が決まった。ホールアウト後の一問一答は以下の通り、マイナス二ラウンドを振り返って、部の日向こ内容的には、すごいむちゃくちゃなゴルフだったので、一アンダーで回れたのが不思議なぐらいの内容だった分、ちょっともやもやが残るラウンドでした。マイナス五万パー後は、 マネジメントを考えながらのバーディー部のひな子5番は2ン狙えたら狙いたいところだったんですけどティーショットがラフだったのでとりあえずバンカーに入らないようにというマネジメントをしてしっかりとバーディーチャンスにつけられたのであれはすごくいいバーディーだったと思いますマイナス7バンパー5ではイーグル 7番ウッドの第2打は、イメージ通りだったか、渋野日向子、もう、少し右サイドから乗ってくるイメージだったんですけど、少し引っ掛けて入っちゃった。けど、許容範囲内のピン筋っていった感じだったので、あ、ギリギリ大丈夫かなと思いながら見送っていました。マイナス8番パー3では、チップインバーディー、渋野日向子。 ティーショットを一番外しちゃいけんところに外しちゃったので、それもまたもやもやしながらだったんですけど、まあ、ラッキーでした。第一ラウンドでもチップインバーディーがあり、練習の成果が出ているか、渋野ひな子、先週とかはミスすることが多かった。今週はすごく練習環境もいいので、ラフからのアプローチだったり、 エッジのアプローチだったりというのを少し多めにしていたのでそれが繋がったのかなとは思いますマイナス10番パー5はナースパーセーブで11番パー4もトラブルショットがありながらパーセーブ支部のひなこ、そうですねトラブル続いて疲れちゃったんですけど笑い10番もちょっとライが微妙だったんですけど あそこは、にも気がかかって、微妙な感じだったしだったらまだ狙っていった方がいいかなという距離でもあったのでちょっと無茶をしてしまったのは残念でしたけど残念というかあそこはミスのマネジメントだなとは思いますけどその後なんとか微妙な距離のウエッジショットだったり。 パターを決められてよかったと思います。もやもやしている原因はどこにあるか、渋野ひな子、やっぱり。今日はフェアウェイキープがすごく少なかったですし、パー音率もかなり低かった。全体的にすごく。引っ掛けのミスショットもあったり、右に出ちゃうミスもあったり。まあ。 思うようなショットを打つ回数は少なかったかなとは思うんですけど後半に向けてはすごくアイアンショットの距離感とかは良くなってきたと感じているので明日以降はしっかりもっといいショットを打てるようにしたいですその中でも1アンダーで回りいい形で決勝ラウンドを迎えるが渋野日向子 2試合連続予選落ちでやっと予選を通過できて今のところ上を狙えない位置ではないのでしっかり明日も攻めつつもいい内容のゴルフができるように頑張りたいですイーグルチップインイケパーに渋の日向子は出入り激しいプレーにむちゃくちゃなゴルフなんとも出入りの激しいゴルフとなった 渋野日子この日は1イーグル3バーディー4ボギーの71トータル6アンダーまでスコアは伸ばしたものの逆転で予選通過なるか渋野日向子の妹昭梨子はカットラインを下回ってハーフターン岡山県で行われているステップアップツアーは2日目の競技が進行中本大会が 日本のプロトーナメント初めての試合となる渋野日向子の妹、明里きり子はハーフターンの時点でトータルにオーバー63位体とカットラインを1打、下回っている。アウトの一組目で出た渋野日向子は3番でバーディを先行。だが、5番で1つ落とすと8番でもボギー。スコアを1つ落として後半へと向かった。 現在のトップは、これからスタートする、トータル6アンダーの小林夢香。2打差の2位体に、宮田聖から8人がつける、混戦模様となっている。渋野日向子1つ伸ばし通算6アンダーの138。3戦ぶり予選通過一時は、首位と1打差に肉白首位と2打差の3位から出た、渋野日向子23イコールサントリーは、 1>, 1イーグル3バーディー4ボギーの71と1つ伸ばして回り通算6アンダー138でホールアウトしたホールアウト両時点で首位と4打差の13位現地時間午後もスタートで第2ラウンドの競技を終えていない選手数は少なく3戦ぶりの予選通過を決めた アウトコースの前半は4バンパー4で今大会初のボギーを叩いただが5バンパー5でバウンスバック第3打を3メートルにつけて最初のバーディーを奪った7バンパー5はニョンに成功8メートルのパットを沈めイーグルを奪ったさらに8バンパー3は ティーショットでグリーンを外しながら、チップインバーディー。一時は、首位と1打差に迫った。後半は1つ落とした。14バンパー4を、ボギーとしたが、15バンパー4は、第2打を10センチにぴたりとつける、スーパーショットを披露して、バーディー。バウンスバックに成功したものの、直後の16バンパー3を、再び、 ボギーとした。悪い流れになりかけたが、共に難度の高いパー4の17、18番を危なげなくパーで切り抜けた。3位となった8月のメジャー、AIG 全英女子オープン以来、約1ヶ月半ぶりとなる決勝ラウンド進出を決めた。